なんか相手ピンクなんですけど、これ、あれですかね。いやー、いけるいける、頑張れ。あれ、これ欧州ですか？欧州2の伊吹道中、にいます。ピンクは、おっと欧ネッ州ト2ワークの、がー、ネットワークがー。伊吹道10。俺でも前で対戦するの、稼働1日目以来なんだけど大丈夫かな。さあ、なんでかいけるっしょ。あれ、伊吹の10だよね、これ。 そうオッケー。です。はい。しかもね、このピンクの方、なぜか回線相性が悪いというね、不幸が訪れた。すみません、もしかしたら悪いかもしれない。台を変える。台変えてみる。台を変えてみる。台を変えて、もし無理だっこんだけ並んたら、じゃったんだけど、台変えてみる。そうっすね。うん、どこでもいいよ。左でもいいし、左に行こう。左？左、こまあ、これでいいんじゃない。これ？ここまあ、そどれ、れでも先いいほんじゃどない。の方？先ほどの方、ちょっとこちらのチャレンジしてみてください。それでダメだったらごめんなさいということで。これは相手の方が悪いとかじゃないですからね、これ。これなんかはたそうっますたまそう、ね。なんか相性まあ、が回悪い線相性と、悪いん運が悪いで、と、そう、そう、なっもうちゃうら単しい純んにで、もう何も気にしないでください。そう、相手の方に非もがあうるとかこういうじゃ時ないもあるねっていうぐらいで。そう。席変えたら治るとかたまにあるしな。まあ、それでまあ、もダメな場場所合はダ変えメるなの場合結構大事だよ、これ。こうなったら。あとはあれかな、やっぱログインし直すとかになっちゃうけど、申し訳ない。申し訳ないっす。これは、なんすかね。ちょっとダメそうっすね、ごめんなそうっさすい。ね。よろしければまた、多分もしかしたら、ね、そう、ログインし直したら入れるかもしれないですけど、ちょっと今待つのはちょっと難しいんで、また良ければ次回にでもそうっ来ていただけすね。ると、すいません。す申しま訳ない。ねかー、やりー。おたかっ願いたしまなー、す。俺もやりたかったんだけど、申し訳ねー。結局ね、あれ以来なんか、いろいろかぶっちゃってできなかったんですよね、スト5やらなかったったり俺ともなか。んか、最近ね、スケジュール表ちゃんと作った。なんか喋ってね。なんか喋ってね。今誰か喋っキャラクターボイス。あ、キャラクターそうボいうイこスと？俺さ、ちょ、俺か、カラー、僕の、マイカラー出てないんですけど、知らんがな。月知らん英学園がな。の、ゲモンない？マジ？ゲームもあるでしょ。あ、めっちゃ低い。低くない？どうすか？あげました。どうで？まず夏目。前夏目、あー、アルタはどこだっけ？アルタはどこだっけ？アルタはどこだっけ？どこの下だっけ？アルタもうちょっと押してみて、出た理由から。毎回下押せばいいんじゃね、これ。いや、違う。時間がない。それ。これ、やったー。このステージが一番軽いらしいので、皆さんも熱帯やるときはこのステージにしてね。いラン、やランー、クマもできるんエでね。リちゃんのカラーが強いっすよ、すっごい。1500？ 俺のゲーセンの数じゃん、これ。今作の CF の。この人、やばない？やばい。え、これ1500って強くない？これ俺じゃなくていいんじゃないですか、これ。アドバイスしますんで。荒木なら任せろよ。いや、大丈夫です。任せろやるよ。しかできないから。1500はもうアドバイスしてることないんじゃないの、これ。そうですね、今。お、いいね。あ、やばい、完璧だ。いいバースト。危ない。落として。今ボタン押したかった。アラクネが 5A で、はい、いいね。そうっす。できるー。遅め 5C でも問題はないっすね。これちょっとアドバイスいる？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 おっと、え、見えない。アドバイスいる？裏です。アドバイスいる？これ裏です。アドバイスいる？うまいね。1500からでもかなりうまいと思うよ。やり込んでる。渋い受け止めするね、君。あ、うまい。はい、先生、助手にアドバイスしてほしいんですけど。あ、それ空中ガード使う。今作からあと冗談にありました、キラネルさん。ガードした。冗談です。あらかじめこれね、いや、マジモさん頑張ってください。ガフガフ。そうですね、できれば使いたくなかった。前対策、俺もまだ怪しいんですけど、昨日対戦したんで思ったことは、とりあえずジャンプ G で飛んでくるやつを空中直下して切りを出す。そう、そこでまず出しちゃいけない。俺も昨日食らったんですけど、そう、ガードした後に出した方がいいですね、キルは。間違えた。俺も昨日めっちゃ食らいましたよ。とりあえず我慢っす。飛んで。そうですね、危ない。それ反射してくるんで気をつけてください。いい声。あ、距離が遠いかな。で、ダングル。カウンターサルトです。カウンターサルトですの。おお。削れないですの。大丈夫、当たるか。いつか当たるんだよ、これ。この
とりあえずマッチャボーが D 飛ばしてくるんで、あれをできるなら空中直画して切りなんですけど、まあ、できなかったらとりあえずガードで、おあちょっと早めに直画を仕込んでおくと、あの最悪ガードになるので、そうですね、直画仕込むんだったらちょっと早め、あいいですね、それいいっす、これガードすれば切り上げにたまるから、オーケーオーケー、いいよ、危ない、ガフガフ、あでもあれしゃがんでれば当たんないんで、ガフ、あよし、自爆、あいいね、あどっかに出たジャンプ D が、これはオーバードライブしてもいいんじゃないかな、これ死ぬ死ぬ、まだ死なない、全然減らない、あーっと、助けて、いや全然全然死なんから、助けて助けて、マジモさんそれ27フレッシュ、助けて助けて、27っすよ、ナンドル先生に煽られてんの、甘えてますちょっと、ナンドル先生に煽られてんの、あーべっぱ探し、あえーああああ惜しい、あマジモさん霧の性能知ってます、俺知るわけないじゃないですか、そんなのだってまだほら授業でやってないから、授業でやってないから、一番増える量多いんで、まだ授業でやってないから、覚えてる、授業でやってないから、授業やってないから、そうですね、とりあえずあれですかね、マチャボが D でいっぱい飛ばしてくるので、いやもうほら、まあ、空中ほら対策で行ったことやらないとね、あそうですね、うん、なんでなるべく最速ですぐ切り出すんじゃなくて、まあ、直画してから空中切り、折り際空中切りが結構いい感じですね、で直画するときはちょっと早めに直画仕込んでおけば最後ガードになるじゃないですか、ああなるほど、なんでそこら辺が、うん、ありがとうございます、まあ、やった方がいいですかね、まあ俺も昨日いっぱい食らってたんだけどね、ジャンプで手癖で切り出してね、まあ動画見てください、うん、残ってるんで、うん、よかったよかった、そうそう、対戦して覚えてるだけだから、うん、あとあれかな、最後ちょっと中段とか食らってたから ACA の最後、うん、あそこはタチッパーとかしたいですね、あそこでしゃがんじゃうと、なんでラグラ戻ってんの、やはりテンポよく、あ間違えた、おー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 おお、倒してください、うん、今次元干渉法人虚数なんとかなんとか法人展開した今あ今日もカウントありがとうございますすいませんでした、ちょっと倒した なぜかなんでキャラ戻っちゃったんだろう、でもいやわかんない、なんだろうね、新しいなんか具合かなまあキャラ戻ったからってちゃんと選び直す、最大コンボ決めちゃっていいよ、最大コンボ、すいませんでした、これ誰の声、ないんかなんかじゃないですか、かっこいい声、どれが一番減るかね、いや何でもいいですよ、何でもいいですよ、で何でもいいんで、ね、ボコボコ殴ってください、多分、まあ、5B5C2C とか一番速そうだけど、もう何でもいいですよ、何でもいいです、これ死ねないからな、すぐ普通に死んだら自爆ボタンになっちゃいますからね、別のゲームになっちゃいますよ、さすがにそんなボタンあるわけもなく、ロースト立てるリベル2アクション、ファンが、はい、インフェルノディバイダー、インフェルノディバイダーいやーびっくりしたね、こともあるんですよ、前このもあったキャラ間違えた、ない、ない初、さすがにない、先生さすがにない、先生まさかの初のミスえボタン、いやロビーできないでしょ、できんの、いやわかんない、それプレマだけじゃない、全然やったことない、プレマだけだと思うけどな、体質的に、まあ、わかんないですけどね、ロビーできないやってないんで、できるんだ、アロビーできないですよね、レンコインだ、チキショー、レンコインしてやる、さあいつも通り今日も要先生が並んでおります、早いです、 ありがとうございます、早いな、ほんとすごいレンコンなんですけど大丈夫ですか、うん、もう20クレジットぐらい入れたかもしれない、これぞ格ゲーマーって感じなんですけどさあキャラ間違えないでくださいね、つばきしないでくださいよ、2回はないからさすがに、2回はない、2回はちょっとね、うん、2回はない、コメントもびっくりしちゃうよ、まあまあ、なんでキャラまた戻っちゃうのかな、なんでさっき戻ったんだ、俺席どいたのかな、じゃあもしかしたらどいちゃったのか、どいちゃったのかね、1回から1回、よしいや2回目なかったから、まあ、総合2回目だったらまだ次あるけど、いつか総合2回目はあるかもしれないまあ起きる可能性はある、ワンチャンス、さあラグナ対マイ、いいですね、 あそこ今ジャンプ D を地上直下したので着地に 5B がかくった説がありますよ、言いましたね、あっとマチョムの対空通るな、
飛び合っていく。ほらね、あれマシャバが使った頭見てきゃ早いように見える。俺弱いと思ってないもん、太鼓。いや、前の大会俺弱いと思う。俺弱いと思ってないもん。俺の中でもう性能とか数字じゃなくて落ちれば何でも強いと思ってるから。ほら、まあ 今, ね、今見てなかった、ちょっと遅かったもん。そう、明らかに。俺のこの C 連打する魂の前が、あ、ほら、ほら、ほら、でしょ、今のでそう落ちないんですよ。あれかな、多分ラグナの方が上からが多くなってるの で, そうです、ね、地上からをダッシュ 5B とかで触りに行くのを増やすとよろしいかと思われますよ。あれ、練習した、うん、練習した。地球が滅びたんですけど勘弁してもらっていいですか。あ、そう、前ね、あれ超入りやすいんですよ、こいつ B から入っちゃう、しゃがみ B から。このゲームなんかアストラルフィニッシュを決めた方がいいとこが多すぎるらしくて。あ、そうですね、最大コンボなんで。そう、そんなナメプとかじゃなくて、これ単純に威力高いので、うん、練習で絶対に入れるっていうのでってことなんですけど、でもアドバイス的にはやっぱあれですね、ちょっと地上、もし地上、うん、そうですね、でも 5B に勝てる技ある前に、ラグラの 5B に全然わかんないっす、さすがにかな、あるかもしれない。まあ発生的にはどう見てもラグラの方が早そうな、うん、感じしますけどね。これね、下下下 D なんですよ、こいつ。アストラルヒート、まず、そう、まずミスらない。だからコマン、なんかラグナ、最近僕メインキャラでやろうと思ってたんですけど、うんうん、ラグナの時はなんか、ね、ヤホトメみたいなコマンドなんですよ。すんげえ出なくて、でもこいつだとすげえ出るから、あ、これ絶対やんなきゃダメだなと。ヤホトメぐらい出るやろ。そう、下下下 D は出ると思って、うん、俺ちょっとアストラルヒート使いなね、とうとうねなりました。そう、俺のコマテクでも出るっていうね、良心的な。それなんかでもあれっすね、やっぱこうなんだろう、今まで来てくれたリスナーの方やっぱデータが多いですね。うん、やはり地上をちょっと多めにして、地上戦を学んだ方がいろいろ上手くなるかな。ただ俺も地上戦学ばないといけないんだよな。こんなものか、こちらだ。どこ行ってんのこの人。パクって確定多いんだよね、スサノオ。うまい、男らしいな。へぇ、こんなものか。体育潰し、パワーアップするとなんかその後空中版が持続、ああいう判定が出るのかな。これで終わりか。あの技をあんなにうまく使っていると初めて見たので、うん、対応しよう。あ、これセンターアウト割れます、言うの忘れた。あ、割れてもまあ、まあ、FD 貼ってもいい。ラピッドキャンセルしなければ繋がらないので、プラス7フレーム、いいっすよ、いい感じかと。完璧じゃん。間違えた、キャラ間違えた、キャラ間違えた、うん、知らねえ、この普通にうまくない。出たー、山崎の砂掛けから、あれ言うやつね。あ、当たった。あー、間違えた。おー、違う、はい、ね、あ、出ないひよってる俺。キャラクターを動かすのに力を持ってかれてるな。おっしゃー、おっしゃー、おっしゃー、これ稼働初期っすよ。俺は1日目がやってないんだって。稼働初期の前さっきやったの俺。稼働初期の前。あー、強すぎる。いやだから、進むデータ落ちないから悪いけど、俺暇でやって落ちなかったもん。俺前でやったもん、処理陣。おっしゃー、入ってそこで、あれで止めると半角なので、いろいろ 3C とかでごまかした方がいいかな。入れ込みか、危ない。
ぐだって倒している。やっぱあれっすかね、 俺ボダン、俺スタイリッシュ前やな、ボダン連打してるから。いやいやいや、なんかやっぱあれっすね、みんな、なんだろう、やり投げに当たっちゃうんですよね。そう、確かに。そうだから俺も必死にやり投げてるだけなんで。ガードを、なんだろう、飛んだ瞬間にガードを入れる癖をちゃんとつけるってことですかね。うん、あとニューサーティーンもそうなんですけど、あの D とかもあれもガード入れてないんでよく食らうシーンが多いんですけど。ああ、はい、そうそうそう、うん、6D とかを。なんで、なるべく飛んだら、そうですね、空中ガードをちゃんと入れておく癖はつけたい。うん、あとあれかな、固めが 5D だっけな、スタノコでドーンってさっき半角になったじゃん、うん、暴れたじゃん、うん、あそこで止めると、そうですね、毎回同じところで止めちゃうと確定反撃になってしまう可能性が高いので、うん、まあ攻めを、攻めのパターンを増やすのが大事ですかね。あとは最悪三 C につないで、あ、突進、突進で、まあ、突進でごまかす、ごまかす、確かにそれがいいですね。三 C 止めと三 C からの突進の、まあ、強制的に2択をかける、そこのもいいかなと思いますよ。カラム先生、先生いっぱいいますけど、3人います、全部先生です。どういうこと、全員先生です。ほらカラム先生は前に、うおー、対策してる、対策してる、飛び道具無敵の方、おっしゃ、飛び道具無敵で乗り物で避けてくるぞ。プラチナ動きづらそうだな、これ。おおおおおお、動きたい、動きたい、プラチナに。これでも多分カラムさん多分しゃがんでれば何も起きないですよ、これ。おお、やめろ。うん、バレた。だってしゃがんでれば跳ね返ってきてもガードで終わるだけですもん。多分無駄なダメージなくなります。痛い、捕まえて、ファジージャンプに引っかかる。さあ、ここゲージがないので強気に攻めよう。それ割れます、しゃがった、バリア張って宝箱。ずるい。あれ強いな。あ、いってー、一発で壊れないから、強化。知らなかった。水中、上を、上を飛び越すのがいい。先生、僕も知らないこと多いです。プラチナはかなりね、わからんことが多いよ。あと3個あります、宝箱。天才か。いや、さすがに、しゃがんでれば当たんないし、あれ。知らんわ。基本的にあのテイクダッシュをして上を通過して消費させるのが基本対策です。個人体力いくつなんだろう、俺体力わかんないわ。壊そうと思ったことがないもん、アラクエで。おお、完璧か。さすが先生だ。さすが先生だ。どうすんのこれ、俺挟まれてんだけど。それは壊せる、あの体力少ない、あのノーマルは。そうなんだ、うん、多分 C、B か C 一発で壊れてる。よっしゃー、くらえ、くらえ、おっしゃ。さあ、こういう風に露骨な固めをしてくる場合は暴れるか入れっぱをする、まあ、今入れっぱしを抑えたんですけど、くらえ、プラチナでも横がないからきつそうだな。俺の方が長い、あ、いや、あれ強化、強化抵抗はなかなかすごいですよ。いっあ、ブレブレっぽい。おっしゃ、ガフー。これでもしゃがんでれば何も起きないと思うんだけど。教えとって、いっぱい先生教えとって、むしろ俺にも教えて。いやでもね、みんな当たる気持ち分かるんで、あれ動きたくなるんで、なんか起こしたくなる。マリムさん、マリムさん C しか押しなくない。うん、だってできないんだもん。あ、なるほど。俺も典型的な前になってるんだ、俺。確かに前にバリガはそこまでリーチが長いから離してもすぐ近い距離になっちゃうんだよ。さあ、クリオ大門ドシン、あ、いった、あ、いった、最強。あ、これ跳ねるんですよ、これあれ関係してないんですよ。危ない危ない、なんだかんだ勝つな。うん、なんだかんだ。でも俺特殊なこと何もしてないんで、やっぱそう、こういうなんかこうやり投げと C 連てか、俺結構ね対戦すると俺これやられてるんですよ。あ、こういう、こういうのをやられて嫌なことが、あの、そう、中段一つ連打するか、やり投げをしまくるか、
あのシャ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 ってやってそうで突進するか前進するか。そうありがとうございます。そうそうで、あとは対空するっていうね。そうこれを倒せれば多分あとは本当もうめっちゃやってる人っていうかその細かいところのキャラ対策をしたら前が出てくるから、そこまでいったら多分我々の講座を卒業してるようなレベルだと思うんですよね。そうそうそう、一応あれですよね、あの初中級ぐらいのあれなんですよ ね、まあ、そうね、上級者向けじゃないですもんねこれ。上級者ではないですね、そうっていう感じですね、前回ラグナちょっと失敗したなと思って、めっちゃ普通にやったから、あちょっとね、やりすぎだなって思いました。さすがにどちらかというとあれなんかもっとハーレスブンブンとかそうやればよかった。普通に普通にマチャボーが動いちゃったみたいな。そうそうそう、もう今日はねこれはまあよく、まあ、絶対にいそうな感じの前いるよねみたいな、まあ、ギリティの時にね12段ソルっていうのやったんですけど、仮装したんですけど、そうあ天才これにこのソルに勝てれば絶対のソルに勝てる。そう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 、確かにどちらもいいかもね。そうって思いました。あうまい、マチャボーさんエース使ってたもんね。うんエースだこれ。まあまあまあやめたって。この方でも昨日も配信に来てくれて対戦しました、ね、マジだ術師なんとか。いや隔離はしないけど、まあ、バケ野郎読み合い、うい、あ反則大丈夫跳ねるから。しああ、漏れた漏れたね、漏れた。さすがにためなしなの知ってる。やってねえんだけど、ハードが出ないってどうなってんの俺。めっくりになったけど投げた、うん、え、落ちたけど。このゲームギルティーゲーじゃありません。えギルティーゲーじゃありません。あそこから見てから投げ返せるのあれはギルティーゲーです。これはロビーはうんこめで3勝で、そうですね、報酬に息吹堂10。あれ僕がしたぞ、そこミスった、バックステップしたあ、余裕でダメじゃん。いやそれ発生遅いんだ、無敵な代わりに発生遅いから。余裕でダメなの、さっき出なくてよかった。あれが間に合うのは響きの消費とかだから。あ見てなかった、話聞いてた今先生の話に。あなるほど、いやいやこれ遅いんだっつって。これぞブレイブルーなんで、大体これとりあえずぬね当てて、まあ、打って当たったらラッキー、まあ、当たんなかったら仕切り直し、まあ、読み合いたくないでも使うやつ。あーあーきついきつい、ここ確定が多いんだよね、S、ガーキャンをディレクションアクセルに。あれ飛び道具打っていいのではこの対戦。俺は空中がある。いや、でも空中あるか。できたー。ああ、コンボしない。バッキャロおっしゃうますぎる。どこ当たってんのどこ当たってんの、うん、よし、うん、これねでもなんか最後後半 S の方が飛び道具打ったんですけど結構強そうだったけど、うん、飛び道具でなんか逆にこっちが動かされてたからなんか S はいけそうですね。ただそうするとこっちジャンプして投げますけどね。あ、うん、俺はですけど飛び道具編成多めにして相手を動かしてる方が戦いやすいのではと思うのですが、私も S 使わなければそこら辺細かくアドバイスができません。うん、ありがとうございます。ただあれかな、やっぱ固めがさ S 使い、うん、まあ、みんななんですけど固めのやっぱバリエーションを多くして確定が多いじゃん。その、はい、例えばさ 5C5D やったらもう 5C にガーキャンおじいされたらエクシアクセルが来るとか、うん、そう、そこら辺あと 5C3C やったら、まあ、5C にまたガーキャンおじいされるとまたエクシアクセルが来るので、まあ、5C5 にあの強化版の必殺技、あの必殺技強化するやつあるじゃん、うん、ああいうところやったりとかして、はいはい、まあまあそのオーバードライブをエクシアクセルをかくらないようにするのも結構大事です、うん、まあ、その辺結構キャラ共通なんで、みんな結構やっぱその A 級に固めが続く 5D とかに目が行きがちなんですけど、まあもちろんみんなそこは
まあ慣れて慣れ上手い人が返してくるので攻めのパターンを増やしたいですね。いやさっきなんかスサノオに死んでたんやけど勝ったっけ、覚えてないの、勝ったんじゃね、分かんないけど忘れました。できる、あ、完璧っすね、完璧っすね、これは俺ちゃんとやんないとダメなやつ、そうですね、こんな感じで対策をあー、クルーサイドが当たらないぞ。そう、これ結構ね、前の 2C、9に当たりやすいんですよね。いい暴れ、そう、こういう風に暴れられるとダメだよ。敵のない技で返していく、ヤンブ見てからですよ、発生が早いから隙間打ちそうならいける。そう、こうなるんですよね、1回のステップだと。俺もこうなった、あの神ちゃんと戦ってる時に、やめて、いや分かる、あのないんですよ、すごい気持ち分かる、俺もそうなった、いいクンサイド。そうなんですよね、この 3C の後にもう下段がないので立ちっぱされて、そうですね、こう相手にしのがれてしまうので、あの場合だと 3C、まあ、クンサイドを狙うよりかは多分 3C シーモスとかでストックした方が立ち回りに幅が出るので、うん、と思われます。私の浅いラインのアドバイス、ダメなんだよね、体属性でね、なんでよね、開いた、この人に効かないかもしれない、どっちかわかんない、突然のクンザイツ、突然のクンザイツパート、あ、死んだ、いや、いいキャラだくそー、俺のやりが通用しない、どこからでもあります、はい、このキャラいいですね。 3C からクンザイツを途中で撃つのやめて、まあまあそれで立ち回りに単純にクンザイツ残ってるので、まあまあ立ち回り強化されました。制限のクンザイツをパトさんがアウトする、これね、こうなるよね、本当に1回ステップのあと攻撃だと。キャンセル可能なんだよね、ピッチキャンセルしてごまかしていく、やばい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 、素晴らしいクンサイドが、あ、フレフレ、あ、コンボ知らねえ、クラゲしたの初めて、全然終わっちゃう、カウンターアサルト投げ、カウンターアサルトの仕込みもです、 6ABC なんでね、投げ抜けないと投げ抜けないと、余命が、でもいいですね、この人ちゃんと ABC で、うん、今カウンターサード仕込んでたんで、もしマチョボーが今投げたら投げ抜けてたんで、うん、そうですね、俺も ABC 派なんですよ、うん、AB 派じゃなくて、うん、AB だとさ投げ抜けられないから、うん、そうなんで今のは全然最後いい、まあありな選択肢だと思いますけどね、深読みすぎたか、そうですね、ただあれですね、あの9の人がこう1回ステップから、まあ、2C で駆られてたんですけど、うん、あれを多分上ステップにすれば2回、まあそうですね、まあ、タイミングがずれて、まあ、硬直長いところに確定するのではないかと思います、うん、ただそしたらまあ相手がね2回目のステップ読みで西を動かしてくるから、うん、そしたら読み合いみたいなことになるかな。さあ来ました、ピザラミです、うん、これはね槍投げてればねあれできないから、あー確かに、でしかもこれなんかイザラミきついらしいね、なんかでかといって槍その盾をさ、まあビートとか出さないで前に行くじゃん、突進突進突進でなんか死んじゃう、
角田着地硬直。これはイザナミ側がそうですね、手癖をやめないと勝てない組み合わせ。うまい、完璧だぞ、完璧だぞ。いや暴れろって言いましたからね、さっき先生が。長っ。これでもあれだね、ビット展開できないから攻めもずっと続かないんだけど。そうですね。あ、今のバース微妙かも。あー、中央だし、あの A からなんで全然減らないです。あに 2B のオーキャン2渋い。あ、これはこれは攻めが攻めが終わらない。あ、駒投げガードできない。ここもうまいな。死んだんじゃないこれ、ジャンプ通りに死んじゃないか。これ何あれ投げ投げる通り。おい、なんで出ねえんだよ。最後の長飛投げはちょっとリスキーだったかなと思う、うん、あそこまで しなくても多分、そうですね、あの状況なら、まあ、縦出してるから普通に固めて長い崩した方が安定はしそうですね。あと言うてマチャゴにオーバードライブあったんで、まあ、そこ分かったね、あの選択肢は。逃げた、どっか行っちゃうんだけど。逃げた。おお、なるほど、対策済み。そうなんですね、知らなかったです。まあ強い技出したり避けたっていうパターンか。これ使うしかない。ああほら、アストラヒートよかったじゃん。これアストラでいいけど。そうなんですよ。そうなんですよ。必死。必死。でもちゃんとビット張らないで。そうですね。そう、あの相手に合わせた動きをしてたって感じでしたね。相手に合わせて、うん、ただやっぱ1ラウンド目のあそこの。ちょっとリスキー、長飛だけ、そうですね、リスキーな長飛投げだけ、うん、もうちょい散らしてからの方が良かった、ね、さっきやったから、やっぱあの1個前が駒投げで崩れてから、うん、もう1回駒投げ来たからちょっと読んじゃったって感じでしたね。うん、あのままやっぱもうビットもあったんで縦も引いて、うん、そう、あの時ね、こっち嫌なのが投げだけちょっと嫌だなというか、うん、投げは中段だけ頑張って見ててもやっぱ投げ来ちゃうから、まあ、中段と投げはどうケアしながらやっていくかみたいな感じですよね。全体は無理だからね、うん、いやーごめんなさいね、ちょっと見苦しいマイナーズなんですけど、まあでも丁寧にやるよりこっちの方がいいのかね、そのある程度、うーん、まあ、どうですかね、そのみたいな、あまりにも強い人だから最初の荒くね使いの方とか、あまりにも強い人が来るとあの読み合っちゃいますけど、最初は読み合いしないでもひたすら強いコード振り回すだけの機会になろうかなって僕の時はそうするんですけど、掃除さんが別に同じにしなくてもいい気がする。まあ、私は普通にありますね。うん、普通にというか、まあ、3C からいろいろ組んでサイトも打つし。ういほら、まあ、強い技の押し付けの方が確かに。綺麗に戦われたら綺麗な人の方が少ないからね、ぶっちゃけ。漏れたー、ジャンペー対空してた、読んでたから、あれ読んでたから、読んだからこれ読んでないけど、読んだから死んじゃった。そう、逆に あ読まれたよ、もうバスを押すもん俺、時間使って戦うから俺、うん、言ってさすがにか、マジモさん、アイテム見ずバッツ、いや、あれ、そのままにしたら俺多分勝ってるでしょ。俺だって、あの、あ頭向きのやつですよ、頭向きじゃない、あの、アーマーのやつやってたから。あー、確かにキャンセルしなかったら勝つでしょ、属性を。あー、みんなうまい、正しい対策、正しい対策の姿。あー、あーいいぞ、ある、体育ずらしたが、確定している、いいですね、うん、ちゃんといった、うん、先ほど言った着地硬直をちゃんと取る、うん、近くでガードしたらうまいぞ。あー、危ない危ない、みんな食らないんだけど。まあまあ
はじめさっきあれほど言いましたか一人も食らってくれないんですけど、そうしたら先生あれだけ言えばそれは食らわない先生一人も当たらないんですけど僕のあれだけ言って食らっあまりに全部食らったらさっき見てなかった説まで出てくる。うわうますぎる。俺上がるする。いいぞ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 、下段ないから。入れから対空に行けんだろ、これ結構走られるから。あおーたー、なんか出なかった系か今エクシラクセルミスかなかな、うん、うん、なんかおしゃっぽいですね。それが A かけると思って A 押したとか、それが最大狙おうとして、うん、そうですね、多分打撃にしたんだけどタイミングがずれてしまった。いいっすね、投げも抜けてスワロムで対空ずらす。おいぞ、空中ガード消費したけどちょっとずれ、向こうとしたけど当たってしまった。最強かこのキャラ。え？できる。ガード超しっかりしてるな。ガード硬い。いや結構7分ゆっくりひたすらやってますよマジで。反撃感覚かと思わすといての釣りコード、ね、それだけあるから、ね、あまあ確かに 50% むしろ100あったからね、うん、先ほどの要先生を同じ対策。ああ見えない俺の完全に痛く、はい完全に痛く。えどこに痛くなるの。えガーフになっちゃうから動かなきゃいけないじゃないですか。ジャンピーゴに当たるんですよ。しゃがんでも当たんないじゃん。天才か。いやいや天才かよ。いやいやゾウジさん、いやいや俺の完全に弱を、さすが先生、一瞬で俺の完全に弱を対策するなんて。しゃがんでればガーフ当たんねえからさっき俺も言いましたね、うん、いや俺しゃがんでれば当たんないんで。さすが先生、なんか動きたくなる気持ちは分かるんですけど、あそこしゃがもうぜ。さすが先生かよ、俺の完全に弱一瞬で論破されてしまった。ある方ではないけど、なんかねしゃがんでて当たんないの知ってる、うん、だめ、ちょっとマイク低かった。助けて。角度変えればいけるけど、さすがに 下向けてさ、そんなさガーフになるまでさしゃがんでたらさすがにそれ動こうよってなるよ。さすがにマイクが絡まった。助けて。マイク絡まった。なんどうしたらマイク絡まるの。マイク絡まったんだよ。先生天才かよ。いやいや一瞬で分かるやろ。これをあそれそっちを回して回してくれ。うんそう。俺がさっき本番15分前に見つけた完全に弱を一瞬にして、いやいやそんなさ、しかもあれねキャンセルしてアストラルヒート打てるんですよこれカンニでアストラル入るんじゃねえと思っていやいやいやちょっとやろうと思ったんですけど、一瞬で打ち破られ打ち破また帽子が打ち破破れたりって感じだけど大丈夫ですか俺の完全に弱がくそでもね動きたくなるのはわかる。なんかそのやっぱあんな感じでなんとかなるんじゃないかなって。俺もやっぱ昨日いっぱい食らってるから、やはり2人に打たれてるから、中尾くんと神ちゃんに。まあ秋が対戦すればなれそうですけどね、ためはかそう角度変えると解除されるから、さすがにその角度変えてそのまましゃがんでてガーフ食らうのはまあ動こうねってなる。さあギガさんにしたかと思ったら今のはゲージがなかったので突進を入れたのはちょっとリスキーなのでなるべく控えた方が良さそう。ねあれ何足属性無敵のロゴだから多分、まあ、しゃがみこぎで暴れると負けるね、まあ、片目とかに強いよね、コンボパーツとか。あ、出ねえ。飛ぶときに引っかかりやすいな槍投げが。飛ぶときはあれっすね、後ろガードをちゃんと入れたいっすね。ほら、完全にあのしゃがんでればあの完全にダック、あの完全にダックなんですよ先生、これ完全にダック、完全にダックなんですよ。しゃがんでれば A だけのやつなんでしゃがもう。分かった、俺もやられたら食らうかもしれない。そう、だからひよって食らうんだよ。俺もやられないと分からん。これはもうそうですね、攻め継続したいバースト。
3C まで今の距離で多分そうですね、つなげちゃうと、まあ、半角になりやすいので最後は6エジ目とかに変えたいですね。さあクリーあるよ。なんだヘルズファング芸人の次はちょっと今度ガーフ2択芸人芸人やべ、下下下 D ですら出ない俺のコマテク下下下 D あらずか下下下 D ですら出ない9位は16人かな、16人ずつぐらいでしょ、そうだ16人ずつでやります。目標は下下俺下位でなライディーってやってたんだけどな。でもあれかな、なんかマチャボーがあのたこう戦ってる時に手出したじゃん、手出して桶攻めで、うん、その時勝利2回食らったじゃん、うん、あれが結構危なかった。あ、本当は、うん、そうですね、ダメな、ちょ、いろいろ考えすぎてやってた、ね、そう、打たない方がいい勝利だった、うん、そう、ね、響き側、まあ、あれ2回当たったんですけどね、結果的には、うん、当たっちゃったんだけど、あれ結構そうですね、まあガードできるタイミングの重ねなんで、うん、あそこはガードがちょっと怪しめな笛レベルでしたね。しかも響きそんな速くないんでしたっけ、そこまで、そこまで、ね、まあ、でも早い組ではない、先ではしないけど、けどっすよね、まあ、7とかそういうわけじゃないですもんね、うん、あれ相手が構えて戻ってこないからちょっと出てきた、ありがとうございます。まあ、安定するならばそうですね、もうちょい抑えていった方がいいと思います。でも貸したい気持ちわかるよ、俺も貸したいもん、うんいや俺今日はね、勝ちたい成分をね 50% 減にしてるつもりなんですけどね、減に、あ、そう、抑えてるつもりなんですか、いい感じだと思うけどな。おっと、もう一回やって、これはダメなら台変えてもういい、そうですね、上にずれる、いけた、いけた、2回目でいけるんだな、やばい、テイが抜けてきそうっすね。これもう直画されて割られたい放題だよね直画されて割られたい放題の組み合わせだよね。そんなことないんじゃないですか。ないですよ、何に派生しても割られそうだけど、A ドラに、うん、クイッてやればいいから、クイッて、ああ、そういうこと、クイッてやってズバンで降りて当てればいいのね。リベルワンアクションカウンター、前きついんだ、まあ、確かになんかカミちゃんも、あ、やり投げ、やり投げ通じないじゃないですか、スイッチハンマーで全て打ち砕く、あー、打ち返してくる、これしゃがみやり当たったのかな、ガーフ、でもガーフスレッチあるから、まああまり有効ではないと思いますよ、ね、おー、いいぞ、え、バックステップで避けられたんだけどいいぞ、やってみたらバックステップ強いから、さすがにびっくりだな、うまい、2択、あ、そういうのある、逃れられんぞ、まあ2択だとしょうがない、テープがどうなんだろうね、2択なのかね、スイッチあるかな、超手が手がすけど、うまくない、ちょっと動いたの見てからスパークやってね、マジかあれ、やり投げ、やり投げ封じられた、うまっ、読まれた、すごいね、よくわかったね、いや、まあ、片目読みと単純に中段読みでしょ、いいよ、たぶん苦しむ組み合わせとか、あ、マジか、これで当たんないのか、これでも当たんない、うん、あ、あれもない、マイね、あれ結構ガーキャオで弱いかと思ったけど、ああやってチャンスをかけてから全然、うん、そうですね、見た目すごい隙が多そうなんだけど、やっぱ後ろに、うん、クイッてできちゃう、クイッてくるっていう技で割と、だから俺あんま言わなかった、リバサ投げはいかんぞ、逆タグになってない、
今のところだとゲージがなくてバーストもないから。割れられんぞ。スレッジハンマーでうまい。ていうかガーフもそうだね、対策もしやすいね。ブレイブルっぽい登りくらいだ。え、最大ダメージ。え、指導っすよ。絶対死なないっすよ、A だと。A だとどんなに減らしても2000っす。やりたいじゃねえ。違いますよ、先生。どうしてそういうことをおっしゃるんですか、先生。下段から2000しか減んないんすよ。まあまあまあ、まあ、A 狙ったなみたいな。確かに下段から24,585。24,585減るのと2000だったらもう確かに10倍のダメージだよ。なるほどね。しかも手が体力高いんでしょ。もちろんこの見た目です。絶対死なないです。この見た目です。絶対死なないです。まあでもこれあれですかね。起き上がりゲージない時に、まあ、テイガー側が、まあ、リバサ投げとかになってたんで、うん、様子見、まあバリア張ってちょっと耐えたりとか。A 指導で2万4000もいるんです。ガードをした方がちょっとどうです。まあ2択になってないところでやっぱね、ああいうリバサ投げとかだと択になってないからね。まあそうですね。うん、ゲージがあれば、うん、その、まあ、ジェネ嫌がって飛ぶとか。テイガーはね。あの投げ怖いから投げ暴れに曲げることをしてる時点でもう座れるじゃないですか、まあまあ、コマ投げに。そうそう、だからね、あんまりテイガーの通常投げはちょっとあれなのかもしれないですね。ラグナだったら昇竜を嫌がって、その場でこうしてるかもしれないけど、テイガーちょっと難しいです。そしてまたこれレアキャラ来たな。これはね、俺もやり投げる小道具。あれステージ変わってね、ごめん。アルタじゃなくなってきてる。これ多分重い方だ。大変申し訳なく背景になんか気合が入ってる。ニャス、まあ、田岡側使えないのでシステムでアドバイスできることしますけど。痛い。おー、登りコンボ。ニャス、立ち返りコンボ。ニャス、ニャス。いいぞ、やり投げは。そうすね、無理に動こうとしないで宇宙ガード。分からん、分からん、全然分からん、全然分からん。ヘッドすげえって。ここからコンボむずいから中断す。あ、早っ、結構早い、エキサ多いですね。あ、確かにオーバードライブして、今の角度はな、もう動かざるを得ないよな。そうですね、確かにさっきのだと100歩あったから、まあ、ラピドキャストの前提で来るから、落ちてくるタイミングでオーバードライブして、まあ、反撃を狙う。そうですね。いや、昔はいっぱいいたんですよね、タオカが。みんな今やめちゃいましたね。キャラ可愛いんですけどね。あー、なんでだ。今のは半角なので、保管を押したい。いいぞ。まあ、減るわな。あ、今使っていたら完全にキャラ愛ですよ、これ。うまい。いや、操作忙しいよね。音ゲーって言われてたよ、このキャラのコンボ。当たった瞬間にだって派生でボタン押すじゃん。それしか、まあ、あんまり知識ないんですけど。多分逆、左側に多分乗っかりたかったのかなと思うんだけど、右側行っちゃったのかな。ボクシー。ゲーネーです。ボタン間違えたっけ。お、出しパネ付き。死ぬのか。もちろん。はあ、やっぱ焼き火作戦じゃなくて、アストラヒートちゃんと狙ってよかった。慣れると自然にできるって言いますけど、でも熱帯だともむずそうですけどね、タオカカのコンボ。え、これ壊れた。しゃがめるけど多分避けられない。しゃがめるくしたけこのダメージ。いいぞ、イヤンジャンプで今 2C 使わした、合ってると思う。わからん、 2B リーチ長いから。わからん、下段で。わからん、めっためったにやす。砕け、投げ、俺砕けられ、俺砕けたんですか。
対空とか立ちが立ってる相手を掴むか。家が立てなかった。今ロボットのラピッドキャストできなかったよね。多分当たってないです。当たってないです、うん。ガードできたかもしれないぐらいですかね。タオハナでも体力少ないな本当に。あ、みたいですね。さっき一回しゃがめるしようし避けようとしたんだけど、なんか腰、腰でつって、なんか全てを打ち砕かれたんで、多分しゃがめるするんだったら、うん、そうですね、ちゃんと避けれる技を調べてからあなるほど、ね、やった方が、うん、結構しゃがめる強いんで、あ、なんか強いらしいですね。なんだろう、バルケハイの2位とか当たんないから。それすごいな。そんぐらいな性能もしてるんですけど、はいはい、まあ言うてまあ前の判定が下まであるんで、まあまあまあ。やるタイミングを選びたいですね。かっこいいなこのボイス。今何あやったステージ。ごめんなさい。あるけどね、どうだろうね。でもそんな高くないんだけどね、見た目。今何人目だろう。12とか 11?11 とか2とかだと思うけど。11人目っていうコメントが。11人目ってあるから12人目かな。うん。行くぞ。さあ立て。届かないか。強いカタパルト弓矢。対空絡めて対空間に合っちゃう。あれ君さんは我慢が必要だな、マジ。技の発生が早くないから。まあまあまあ、予定がいい。いきなりゴーブ。おぉそらそうだろ。あそらそうやろ。あ、危ない。あの上からのため板をガードしちゃうと、まあまあ、ガードした側が大幅不利なんで、あそこはボタンを押さないで、読み合いしましょう。ガードしてカウンターサーブ打つなり、ジェネ打つなり。そうなの知らなかったよ。まあ、下段打てば勝てる。そうなの上だけだから。C 漏れか、何漏れなんだろう。ガードもガードも。ごめん。何もなくなった。え？食べるのに食べるとリジン伸びる。そうなんだ。間違えた。あ、なるほど。流れるようにドライバーが決まっていく。あ、投げ目できねえわ。そうだ。どれ？ああ、ちょっと竜巻切りましたね。ないよ。だからか。ないよ。なんか今なんか出したのかな。連射してた今竜巻で。普通にあれ見て、あれ見たら飛べばよかったの。でもずっといるっすよ。ああそういうこと。垂直ジャンプで普通に。ていうかさ、微妙なフレームの微妙なフレームが何も勝てないね。まあさっきから防衛を出して全部やられているが、頑張れうわあ熱い読み合いすぎるやろ。舞ちゃん頑張って。怖いよ怖いよ。でも手が体力ないけど、手が我慢強い、手が我慢強い。どっかで当たるわ。まあもうちょい耐えてオーバードライブで最後、あ、はい、まあまあちょっと運ゲーをちょっと仕掛けたかった。体力一定以下の時はあのバーストが溜まりやすいんで、うん、あそうでしたね。そうでこのゲームすごい早く溜まりません、ね、体力ない時。あやばい。そうすごいどん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 増えていくから、すごいアクティブフローとかやばいよ。ずっとこうしてるだけで亀作戦でなんかいいかもしれないですよね。そうですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。最後の時だったら、まあ、D ボタンで削れないことを考えれば、まあまあしゃがんで待ってればバーストが溜まったんではないでしょうか。色が、うん、ピンクだよ。あこれ椿です。なんでわかんない。ピグザムさん。ああ知り合いですか。あのこの間ハロウィン、姫だけど、この間ハロウィンのゲームセンターいっぱい乱入されました。ああなんか前話してたよ。あとよく配信にも来てくれる。なる。配信にも来てくれますよ。ありがとうございます。あ、このコメント欄にしてます。そうだね。
13人目ありがとうございます。ということで僕はあと4人かな、3、4、5、6、思ってる時間かかってる。俺の試合が長いのか、ラグナの時よりも多分俺の試合が長い。コンボ火力が出てないのと、俺がやり投げ職人でダメージを。てかね、ラグナ最強だから。あれね、俺後ろから見てたけど、最強キャラじゃねこのキャラと思って。いや、まあ、だってガントルとハンゼス見なきゃだってさ、3000ぐらい取ってさ、全然持ってくんでしょ。最強やん。語弊がある。その最強は語弊がある。熱帯のでもキャラなんかまあ強いと思う。ジュナス。つまり知ってる？知らない。知らない。ジュナガルドが知ってる。固め結構ムカつく。固め結構長いから。いや普通によくある固めです。はい出た。ショパンとか。さあ先ほどの対策を実行してるんだが、そこをまさかのマチョコが刈り取るというこの形。大場でも吐くわ。大場でも吐くわ。絶対死にそう。これ FD は貼れなくないですか。60でジャンプ6で即座に空振ってバリ貼れば。あ、そういうことFD が貼れなかった今。くそ。俺お笑い芸人みたいになってんじゃないですか。いやだからカーネージ芸人かな。新たな芸人にプラスチェンジです。いいね。あそこはまあ止めても、直後は止めてもまあまあ直されるけど、読み合いとしては くそちくしょう。ずっと前がなんか C ボタン押してるだけに見えるのか、相手誰かもう半分ないんだが、すいませんね。そうですね。やっぱ当たるよねこれ。いいよ。天才か。しゃがんでバタんねえから。よし。という格ゲーの基礎力で。このゲームなんていうんですか、バリアガード。バリアス。あ、バリアガードですね。FD っていうのはバリアガードです。ロマキャンもあのラピッドキャンセル。それだけはどうして。あと直前ガードもギリギリガード。あ、そうなの。ギリガス。だけどまあなぜかバリチョクはバリチョク。ギリチョクじゃない。バリチョクなんだ。面白いね。いやでもね、ここら辺ね、ちょっとゲーム違うとちゃんと言わないとダメなんですよ。間違いない。そうなんですよ。失礼しました。連続ガード暴れさせてくれたね。これガーキャンオーディオすれば死に間際にもう一回俺のターン。もう隠んないけどね。つばき隠なくてもいいです。逃げれればいい。逃げれる。逃げれて読み合いになればいい。読み合いなってないから。確かに。うわー、向こうもの上手だった。降ってきた。これで速攻しない限りは俺死に間際にもう一回バースが来ると死んでいい。これ結構きつくないこれ。大丈夫。いや、どんだけこれ耐えるんですか。あい対策を教えたところを刈り取る。これがマジャボ。あー、もうちょい溜まる。本当だでしょ。落ちないでしょ。いや、その後にね、竜巻 D じゃなくて波動 D 入れ込んでた。ピグダさん対策完璧でしたよ。そこを刈り取るマチャボがちょっと意地悪だったっていう。ラピッドキャンセルがマジで次じゃくそ。戦いになりそうだったな。普通に固めもやっぱ勝利で終わって、どれぐらいなんだろう。中二チックで、ね、そっちの方がいいっす。いろいろと、うん、俺中二大好きだから。あれなんだっけ、前の空振り。バリアブルアーツだっけ。なんかそれ、あれバリアブルアーツじゃなくて、なんだっけ。何の話ですか。前の空振りの技が派生できること。あ、そんな名前あるんですか。あれバリアブルアーツじゃなかったっけ。リサーさん全然わかんないですよ。違ったっけ。そんな名前あるの。何でしたっけ。いや、多分答えてくれるリスナー知識あるから、まあ、通称ウィキペディアですかね、これ。バリアブルアーツお前いつも技空振ってくる。あれバリアブルアーツだからちゃんと言えよ。バリアブルアーツで攻め立てていくって言えばいいですか。じゃあ、そうだよ、わかりました。あの技の空振りじゃねえから、バリアブルアーツ。なるほど。かっけえからさ。了解です。このゲームは技名が。さすが森さんだよ。え、B 押しっぱだけなの。え、空振りから発生バリアブルアーツじゃないですか。どうなんだろう。森さんのそういうとこ大好きだからな。
森さんが全部命名してるのか分かんないけど、うん、でも森さんがゴーサイン出してんじゃないの、まあまあ、いいってことでしょ、まあ、ボスだからドンだからね。カタマはむしろマチョボ使ってるからマチョボアドバイスした方がいいよ。色出す説あるけど、でも俺マイトはやったことないよ。まあ俺は槍投げるからそう頑張って潰してくださいって言うの。やった超高天神ダメだ、クラッシュ処理が。ちょ俺中段やの忘れてたわ。もっと重いもののやるわ。もっと寝て寝て。おおガード間に合うのあれマジで。天才かよくそあーいい今のはいいですね。レンジャー中なので無理に動くとダメージが加算するので、まあ、今のは本当にしゃがんでダメージが出ないことに狙ったんですけど、今なんかしゃがみえてなんかあれだな、中段に負けたな。当たんないのかな。狭間だったら立ち入るのがいいと思う。いい可能性は高いですね。速いし上にあるし、あれ足までいくか。じゃあ2位ダメや。立ち入れた立ち入れ。おー君ブレブレ分かってるね。狭間使いはジャンプするから。あそう、まあ、飛びが強いから飛んで逃げれるから。あそうウロボロス、あれ派生しないとね、ああいうあの、ま、槍に負けちゃうのは結構ある。スイできる俺より強い。これはもっと痛くしますね。まあいいですねいいですね。ただまあ打っても跳ね返ってくるんで。ズバッと。あパクった結構が。くそおっしゃー。でも展開早いからな。あーバカ。なんか冷静な声じゃん。ラピットって言われて笑っちゃうの俺だけラピットとか言ってなんか緊張感解けたんだけど。あー出ない。ラピットはちょっと空気ちょっと気持ち壊したかも。うまい。うぃー天才かよ。いいね。ラピットにしてるけどその子むずいんでね。できるかな。俺はバースト対策。バースト対策するけど、もうそんなの昔からされ慣れてますよと。僕が格闘ゲームで、そうです先生、一番嫌いなのは何だと思いますか。今の見た感じだとバースト読みじゃない。そうなんです。私バーストを読まれて負けることが死ぬほど嫌いです。なので、ああいう時打たない。まあ次のラウンドのことも一応考えてってこと。もし考えたら、いやもうね、そういうあの理屈ではなく、あそうなの嫌いなんです。バーストを読まれて負けるのがずい。バーストってさ、なんかあれだよね、そのガードされたらさ、読み負けなんだけど、はい、なんかムカつくんだよね。そう、嫌なんです。そうもうね、嫌な、嫌いってぐらい嫌なんで。俺もあまりに露骨なバースト読みはね、好きじゃないんですよ。でも関西でバースト読み好きじゃない？なんか好きじゃない？関西、ね、バースト対策コンボをすることが多いね。ああ。まあでも対策コンボだったらいいんじゃない？威力下がって、そのバーストガードできることができるなら。そう、だからね、私はね、負けるんだったらそのままその死を選ぶ。まあ最後のさっきの場合はね、打ってガードされて死んじゃうと次終わっちゃうんで、次のラウンドゼロスタートだから理屈だとそうですね。感情だと嫌いっていうだけなんですけど、これ今何人目だっけ。多分14か5、結構5、6ぐらいだった気がするけど、単純に個人の好き嫌いの問題でした、ね、ダメなのもう、ね、これだけはね、俺さんプロゲーマーだってもね、もし仮になったとして、私がプロで一戦になったとしても、これだけは譲れないです。バースト読みで負けるのだけは。バースト読みなんてするんじゃねえ。バーストは、ぐーっつって。まあなんか、連戦してあまりに全部同じタイミングだったら一回ぐらいやるけど。初手じゃ絶対やらない。
まあ、全然悪くないんですけどね、やること自体、まあ、やること自体悪くないんですけど、でも俺がやると微妙じゃない、どうでしょう、まあ、俺はやらないけど、やることは別にんっていうあれではありますけど、とりあえず私はやらないです。ああ仕事連打してるっつって、ああちょっと俺のやりが、いやそれはそうだと、ステップファイヤー、いいっすね、空中ガードでしのいで、クソ焦る、知らないあれ無理見ないから、なネギ、ネギみたいな色したやつ確かにちょっとっぽいけど、いや、半角やろ、いや、どこに来るか、察知すんのかな、いや、全然、目の前、あ今抜けれるでしょ、あ、抜けれる、マジだって、何もカウンターしてなかったから、カウンター以外は抜けるから、あ、そうなんだ、なんだろう、勝利のガードやられ硬直中はカウンターだから、あそこは抜けれないけど、今はノーマルだったから、抜けれるかと、くそー、わかんねえから突っ込んだのに、まあ、デボさんでも見えない、俺は見えない、いいぞ、安全に逃げた、あ、ちゃんとさっきの講座見てるから振らないから、あの、あの今日俺一回混ぜてないんだけどあ、まあ確かにコンボ入ってる見たことないね、でしょ、うん、そっからのコンボできないんだけどさ、 いいじゃん、みんなが強くなってるってことで、でもいいんだけど、知識を得てるの俺は苦しいよ、いいな、C ボタンが潰れそうなコンボ、いいぞ、入れ歯で拒否した、今の最後のは手投げかな、分かんない、なんか手だきましたね、もしでも相手がしゃがんでたら位置入れ替えて走背負うから結構リスキー、あ、手投げしてきたんで、もしかしてそうかもしれないですね、なのでそうですね、あそこはそこまで無理はしなくていいと思う、まあ、強い子なんだろうけどね、これ、まあ、ここじゃ通るからね、そうですね、でもさっきの状況だと走っちゃうんで、弾いくとちょっときつい、うわぁ、うわ、うま、逃げろ、とりあえず絶対空中ガード、空中ガードを上から乗って振ってくるやつは、あ、なるほど、あれ無敵だから、うん、スラしてエクシーが、あれね、最初あれの借り方、キャラごとに分かんないんだけど、あれで死ぬんですよ、あれ超リターン高いからカウンターすると、あー、まあ、でも差し入れ、大丈夫、俺は生きる、ここ手がね、当たったから何なんだって言われます、まず次これ、おっ無理無理、あ、上に飛んできたんだ、読まれてるだけやん読まれてるだけじゃないですか、くそーくそーでもいいんじゃないの、とりあえずやりなきゃ、とりあえず 6D で潰すっていう、別にでもここマチョコ走っていけばいいだけだから、くそー、グヤジーグヤジー、次じゃあ僕ラストですかね、そうですね、うん、いやでも分かんないなりに基礎力高いからやっぱ勝つな、まあ気合ですかね、選択肢お願いします、よ、なんかその僕大雑把っていうか、その要点でその対策今回教えたじゃないですか、うん、でだから僕も対戦するとき S だったら昇竜拳があるキャラだから昇竜打つとこのコンボ入れとこうみたいな、そういうなんか要点だけ抑えて戦ってる、まあ、そのキャラの強いところをとりあえず覚えておいてってことだよね、そうまず昇竜があるかなんか大事だよね、そう、あ、こいつはまずあると、響きはあるしめくりもあるし、そう、あと中段もあって、あとジャンプ式の被せが強くて、あとは掃除式の補正切りを気をつけようかなとか、そんぐらいですよ、まあ、攻めのめくりが多い、2個あるからね、このキャラ、あとはその代わり地上のリーチがあまりないキャラだから、そこら辺がね、ちょっと奥だよね、続行します、いい感じだね、使命を果たすと砕けろ、うわうますぎり、うますぎない、今のこれはね、掃除式来るこれ、あ、違かった、いやあれ、大丈夫、俺ネズさんからパッカーあげた、こちらですよ、
なるほど、時々見てくださいでね。ユリ、まあ一応発生できるから、いろんな打撃とかに響きると思うけど、いや、掃除式というか別に走りよくある、あのフルコン決めた後にボビーから駒投げ補正切りして、駒投げを補正切りするだけですよ。受け取らなかったそのままお店に行けるからいいかって、まあ、響き使いなら誰しもがやるであろう。やってない、ね、そして今、そうですね、中断がしたんですけど、あの後プラス7フレームなので、あえてやるんだったら昇竜拳ぐらいしかないと思います。バージージャンプして逃げていく、折れた。中断、裏来た。なるほど、カビラが、うわアクティブフロー状態。なるほど、おお飛んできちゃったよ。死亡確定じゃないですか、まあ、即座に話話返せばワンチャンあるけど、勝ちさすぎたな今。さすがに昇竜ラピキャン来るかなっていう俺の安直な考えが。ウォーンしたところに当たるね、これ。あの高さだったら、まあ、飛ぶのが間に合わないと思ったら、そうですね、2段目を直撃することを意識した方がいいです。高いやつだったら見てから飛べるんですけど、ああいう微妙な高さだと見てから飛ぶと引っかかることが多いので、まさか下段打って狙ってるんですか。ノードです。あーこれやばい。お、これね、ロマキャンによかった説、今のはラピッドキャンセルした方がよかったですね、うん、あれ補正緩いんで。そうですね、今ゲージ100あったからなるべく最大、多分ラピキャンでフルコン決めてたら次のコンボで死ぬぐらいのコンボ、ね、あのダメージになってたかな、体力になったから。今のは最大を狙うべき時、はい、